トラくんです。はい、どうもアミグルミストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回なんですけども、今回は僕が編んだ動物シリーズの中から一つご紹介させていただきたいと思います。はい、では張り切っていきます。イエーイ。はい、まあそんなわけでですね、今回ご紹介するのはこちらになります。チャチャチャーンチャン。はい、トラくんです。はい、トラくんですね。なかなかのいい感じのトラ君だと思うんですけども、あ、ちなみに僕はですね、全然関係ないんですけども、小学校何年だろう、4年、高学年の頃ですね、阪神ファンでした。はい、全く関係のない話ですね。バースがいた頃ですね。バース掛布岡田と、あと真由美とかですよね。はい、あの頃の阪神のファンでしたね。はい、まあ懐かしいです。はい、ちょっとあんまりちょっとすごい適当な感じですいません。最近全く野球とか見ていないので、特にどこファンとかいうのはないですね、野球に関しては。はい、まあそんなちょっとどうでもいい情報なんですけども、まあこのトラ君ですね、ちょっとこの指の上に乗っけた感じはですね、こんな感じですね。はい、でですね、まあいつものようにサイズをちょっと測ってみたいと思います。はい。でですね、この、なんて言ったらいいのかな、胴体から頭の先までが9ミリぐらいですかね。はい。あとはですね、まあ長さが1センチぐらいかな。1センチちょっとぐらいですかね。あ、でもこれはちょっとこうすれば変わるので、まあ大体1センチぐらいという感じですかね。まあそんな感じのトラ君ですけども、なかなかちょっと見ていただくと、わかると思うんですけども、まあこんな感じですね。まあ正面から見ると、これでこんな感じですけども、それでその模様ですね。模様のところはこんな感じ。まあ刺繍みたいな感じでやってる感じですね。これはなかなかいい感じで、ちょっとできてると思うんですけども、どうでしょうか、まあ、どうでしょうかって言ってもあれなんですけど、なかなかいい感じだと思います。はい。で、今度体の方に行くと、まあこんな感じ。まあお腹の部分は白くなってますね。はい。で、ですね、この背中の部分も横じまをこうやってやってます。はい。で、尻尾もちょっと可愛い尻尾がついてる感じですね。はい、まあ、こんな感じのトラ君ですけども、あとは鼻の部分、鼻から口にかけてはこうやってつけてますね、出っ張りというか。はい、でですね、なかなか、あとは耳がこんな感じで、結構バランスよくこれはできたかなという感じですね。耳とかバランスが悪いと結構顔がぐちゃーってなっちゃうんですけども、この子の場合はなかなかよくできましたね。はい。で、結局あとはこの体とかですね、このちょっとこの今白くしてるんですけども、こういうところってなんだろう、省いちゃえば省けるんですよね、全部一色で。このオレンジ黄色、まあオレンジですよね、虎なので。で、このお腹とかって別に正直こうしてれば、別にこういう感じで置いとけば別に正直お腹って見ないので、正直このオレンジ色一色でもいいんですけども、やっぱりこういうところで、なんだろう、こういう白とかを入れとくと、ちょっとなんていうのかな、なんか変わる気がします。はい、なのでちょっとあんまり目立たないところでもなんかやっといた方がいいのかなって僕は結構思う派ですね。はい、で、ちなみにこれは90番糸ですね。90番糸を25号のかぎ針で編んでるパターンのトラ君です。
でですね、まあ顔は、こうやって上から下に編んでいく編み方ですよね、普通に。で、体に関しては横に行く感じ。で、この場合はですね、どっちからだろう？こっちですね。このちょうど首の下から、このお尻の方にかけて、こうやって編んでいって、こうなってます、みたいな感じのトラ君ですね。はい。で、まあ、トラ君を作ったので、あとは、なんだろう、ライオン君もいますね。まだ。これを上げてる段階だとまだライオン君の動画はアップしてないんですけども、ライオン君もちょっといるので、後でご紹介もしたいんですけども、トラ君、あとはトラとか、このシリーズだと、あとは、なんだろう。トラ、ヒョウとかですかね、いるとしたら。ヒョウだと点々になるのかなっていう感じですよね、体を。このくる模様というか、あれもあれでちょっと結構どうなんだろうな、難しいのかな。ヒョウって編んだことないんですよね、まだ。なんでちょっと編みたい気もしますけど。で、トラとかやっぱり、なんだろうな、編みぐるみとか編む方は多分、こういう特徴的な模様とかあるのって結構編みやすいですよね。なんもないのって結構なんだろう、逆に難しいじゃないですけど。もうトラとかこうやっても特徴的なのがあると、それを基準にっていうのも変だな。なんかそういうのでできるので、練習にもなると思うんですよね、こういうの。なので結構、トラは結構いい題材じゃないかなと思いますね。なのでちょっと、興味があるというのも変だな。なんか、編んでみたい方は、このトラをちょっと編んでみるのは結構おすすめだと思います。はい。あとはトラだと僕はティガーが好きですね。プーさんに出てくるティガーですよね。ティガーもちょっと好きなので、ちょっとティガーも編んでみたいかなって気もしますね。あとはあれか、何でしたっけ、ケロッグの、いましたよね、分かる人分かると思うんですけども、コーンフレークじゃなくて、なんだ、コーンフレークでいいのか、出てこない。おお、すげえ、悔しい。なんか何でしたっけね、あれですよね、ケロッグかなんかな、ケロッグでしたっけね、名前が出てこない、ちょっと、すごい悔しいけど、まあ、いっか。まあそんな感じで すごい中途半端な、全てが中途半端っていう感じですけども、まあそんな感じですね。まあとりあえずはですね、今回はこのトラさんですね、をちょっとご紹介させていただきました。はい。そんなわけでですね、あ、トニーだ。トニーですよね、確か。トニーお腹が空いたよー、みたいな、なんかその CM ありましたよね。トニーでいいのかな？確か。あ、そう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 。そうですよね。はい。まあそんなわけでですね、まあちょっと、僕の中でちょっと自分で自己解決したところで、また今日はこのぐらいにしたいと思います。それではまたお会いしましょう。ではでは。